すみません、東京新聞の榊原と申します。今日の議題の中で初期の内部被爆の件扱われたかと思うんですけども、ちょっと、なんで今の段階でその初期の内部被爆の推計をしなきゃいけないのかっていうのをちょっとおさらいでお伺いさせていただきたいんですけども、特にその放射性要素によるその内部被爆というのが問題されているかと思うんですけども、その放射性要素による内部被爆の検査が実際どれぐらいできているのかっていうのをちょっと改めてお伺いさせていただいてよろしいですか。はい、これはどなたに。先ほどちょっとその辺興味持ってたんで聞いたんですけど、やっぱり行動パターンですね。I-131 は、半減期8日ですので、もう8日経つとなくなってしまいますから調べられないわけなので、行動パターンが一番大事かなというふうに思うんですけど、その点佐々木さんよろしく。はい、県庁県民健康の笹と申します。今お話ありました初期の内部被爆、特に甲状腺に関する影響についての調査研究については、基本的には環境省さんの方が主体となりましてですね、先ほども栗原先生発表されました案件についてもですね、法医研の方でいろいろと調査されたと。でその際にもお話ありました通り、今部会長からお話ありましたが、要旨131でしたっけに関しては、その極めて半減期が早いということで、現時点で改めて遡ってやるということは不可能ということになりますと、さまざまな方法による推計ということになろうかと思います。で、その辺について、今回栗原先生の方からお話しいただいたこれまでの知見、並びに栗原先生のお話の中でもお話がありました、常滑先生などの実測値等もですね、先週の国際シンポジウムでもいろいろ報告されましたが、そういうものについてをベースとして、今後何をどのように進めていくのかというところについては、当然ながら、県としても国、各研究機関との連携を図ってまいりたい。すみません、はい、今おっしゃっていただいたのは、これから何をやりますよというようなお話だったかと思うんですけど、はい、なんで今の時点でそれをやらなきゃいけないんだろうということが逆に率直な疑問としてあったので、要はその、一般的な頭だと、原発事故が起きて、子どもさんの甲状腺に影響があるということであれば、例えば防災計画の中で、放射性要素を調べるための検査が何かしら位置づけられていて、でそれをやるなりやれなかったり、おそらくやれなかったんで今追及しなきゃいけないということがあるのかなと思うんですけど、要は、その事故が起きた直後にできたことが、どんなこととしてあって、できなかったとしたらどんなような理由があるのかっていうのが分かると、なんで今の時点でこの初期被爆の追及をしなきゃいけないのかっていうところで話がつながって分かるかなと思ったんで、その要は事故が起きた直後にどんなことができていて、どんなことができてなくて、できてなかったとしたら、なんでできてなかったのかっていうのをちょっと整理した形でお伺いできればと思うんですけど。大変そうですね、記憶は時間とともに薄れていきますので、行動パターンを知るには、早ければ早いほどいいかなと思いますし、8日過ぎてしまうと、実際には計測できないですから。その辺のとかどうなんでしょうか。私はおそらく、県の対応になると思うんで、はい、課長に聞いた方がいいのかなと思いますけど、はい、今のご指摘について私お答えできるものは持っていません。ただ前回の甲状腺のこの評価部会の中におきましてですね、今後甲状腺検査で得られた結果などをさまざまな観点で評価検証していくときに、その一つの前提としての一つとして、甲状腺への内部被曝についての現状を確認する必要があるというご指摘を受けたというところを踏まえまして、これまでの知見について、本日栗原先生の方からお話をいただいた、常滑先生についてもですね、お願いはしたんですが、海外ご出張というところでございましたので、今日は栗原先生からお願いした。おそらくご質問はもっと早くなぜやらなかったかということでしょうか。率直に言えばそうですし、議題の中で挙げられている理由は、
一般の方からしても3年経ってなんで食器被爆の話が出てくるっていうことになると、ね、はい、ちょっとそこの説明がないと なぜ今この議論をするのかっていうのがちょっとわからないなあっていう。おそらく食器当時の行動パターンっていうのは皆さん調べてらっしゃると思うんですけども、これ一般的に多分、はい、他の防災訓練だとか原子力防災訓練だとかを見てると、はい、スクリーニングポイントを作ってそこで避難されてきた方のまあ、いろいろ調べられて、そこで線量高い人低い人っていうのを分けて、で何か問題があれば次のステップに進んでいくっていうようなフローを作っておられるんで、事故の時にもそういうようなフローがあるのかなと思っていたんですけど、どうでしょうか。よろしいですか。状況下で、はい、はい、ご指摘の通り今回の福島原発事故においてもですね、事実として、今お話があったようなスクリーニングポイントは設置され、それなりの検査調査はされているというふうに私は認識しているところでございます。でそれと今回の甲状腺検査との関係というところにおいては、先ほど申し上げました通り、現在行われている甲状腺検査で得られた結果についてそれを検証評価するにあたって、その他の内部被爆線量等の現状についても確認をするという観点での今日の設定というところでございますので、そもそも要素に対する初期被爆を事故直後にやったかやんないか、もしくはやるべきだったかどうかについてのことについては現時点で私どもの方でも把握されしておりません。そうすると そこのはい、どうぞお願いします。時間がないのはあれですが、多分彼が言いたいのは今初期被爆の話を し始めた理由が知りたいって言ってるわけですよね。要は先ほどから話が出ているように甲状腺のそのがんが見つかっている、それと線量の関係がどうかっていう議論があって、でもそれは外部被爆を持って、今評価をする、評価そうでしたよね。それに対してやっぱり本来であれば外部被曝からではなくて甲状腺に実際に取り込まれているであろう線量をできる限り評価し直して、それとの関係がどうかということをやっぱり見つめ、もう一回こう検証し直すべきだということでデータをもう一回精査しているというふうに理解をしてもらえばいいと思うんですね。だから当時どうだったかとか実際にやっている検査もあります。だから全数やっているかというとやっていないので、当時行われた検査とそれからさまざまな状況証拠とともにですね、それをその持ってそれ一人一人 その甲状腺への取り込まれた要素の量を、まあ、一定程度評価するということがこの今後この検査の今やっている調査結果を評価するときに必要なデータだろうということで話が出てきたというふうに理解してもらえばいいと思います。はい、まあ、ちょっと長くなるので、まあ、データがないからやるっていうところはよく理解できてて、まあ、なんでデータがないのかっていうところが分かんないんでそこを教えていただきたいっていうことだったんですけど、それはお答えいただける材料がないっていうことだったんで、まあ、それはそれで結構です。あともう一つその、はい、健康管理調査の中で今その直接内部被曝の検査っていうのはその甲状腺検査の中 その二次検査で行う、尿と血液の検査っていうことになるんでしょうか。いえ、二次検査の中心は細胞診だと思います。先ほどもちょっと話題になりましたけれども、尿中溶度それからサイログロブリンですよね、採血の検査っていうのはがんの直接 の情報にはなりません。はい、そうすると今の健康管理調査の枠組みの中では内部被曝の検査っていうのはないっていうことになるんですか。はい、まずご確認いただきたいのは県民健康管理調査、私どもの方で実施させていただいているのは今皆さん基本調査、甲状腺検査、健康審査、心の調査、妊産婦の検査、こちらについては県から医科大学に委託という形で県と医科大学が一緒にやっているということでございます。当然もうご存知だと思いますが、内部被曝検査となりますとホールボディ機器を活用した、県民に対する内部被曝検査について市町村
の独自に整備された機器も含めて、現在県内におおむね40数台ありますので、こちらも含めて検査をしており、現時点で30万強のホールボディ検査をしているというところが実態かと思います。ごめんなさい、ちょっとまた遡っての話になってしまうんですけど、はい、そのいわゆる健康管理調査の中では内部被曝の検査っていうのは組み込まれてないわけですよね。今申し上げました通り、ホールボディも全て県民健康管理調査です、はい、そうですか。で、ごめんなさい、最後になりますけども、はい、第2回の検討委員会の中で、当時星先生いらっしゃったんで分かるかなと思うんですけど、外部被曝が健康管理調査のメインで、内部被曝がサブになるっていうようなご議論があったかと思うんですけど、その区分けをした理由っていうのをちょっとお伺いできればと思いますが。申し訳ございません。今申し上げました通り、線量を評価するという観点からすると、当然外部と内部は両輪になりますので、どちらかがプライオリティ高いということではないかと思っています。会議録の中でメインとサブというふうに書かれているので、そういうような区分けをされている理由をお伺いしたいんですけど。そのような区分けはしておりません。すみません。書かれているんですけど、後ほどちょっと今日の議論とは離れますので、後ほどさせていただきます。よろしいですか。先ほどのね、尿中溶度と血液の話ですけども、これは1回は必要だと思います。それはどうしてかというと、チェルノブイリはでも尿中溶度の検査やってます。でこれは溶度不足かどうか、環境がですね、これ大きな差ですよね。甲状腺に放射性要素が取り込まれるかどうか。で今日の結果を見ますと、尿中溶度は少なくないです。でつまり環境の溶度の環境の差を調べるには尿中溶度は必要で、だから慢性甲状腺というか橋本病ですよね、は甲状腺機能低下になりますので、そのためには血液検査もやっぱり必要であって、1回は必要であるという、頻繁にやることはないと。最新聞社の大岩と申します。3点ほどお伺いしたいんですけども、1点目は渋谷先生の方から今日この甲状腺検査のスタディプロトコールが今のこのプロトコールで果たしてそのちゃんと放射線の影響が見られるのかどうかっていう疑問を呈されたと思うんですけれども、でその後いろいろな議論があって、ちょっとその、結論はあんまりはっきりしなかったんですが、今日の議論を踏まえて、渋谷先生としてはどういう結論に至ったのかっていうそのご意見を伺いたいのと、あと2点目では、国木田先生がその、内部コントロールとして会津地方を考えているのかというご質問なさって、それに対する鈴木先生のご説明がありましたけれども、そのお答えについて国木田先生としてはどう評価されるのかというのをお伺いしたいというのが2点目と、あと3点目は県にお伺いしたいんですけども、その、事故直後にその、要素甲状腺の被曝線量を測った、1080人の検討するために行動パターンと関連付けて調べるっていう話はもう多分1年以上前からずっと出ていると思うんですけど、それがこうずっと実現してこないのは何でなのか、何かこう県の側にこう障害があるのか、なぜ1年以上それが実現しないのかについて教えてください。じゃあ最初渋谷先生お願いします。ありがとうございます。放射線の影響を見るためにのスタディプロトコールというか研究デザインということですね。で、議論の中では私が一番必要だと思うのは放射線影響のない地域を選んできちんと比較するということですが、過剰診断の問題がありますので、やはり非常にリスクも伴うということなので、じゃあそこが難しいというのは確かにあるんですが、じゃあ他方今のそうした個人レベル その線量ってなかなか推定難しいですよね。ですからシミュレーションやってると、プラスそれに対してじゃあ今後甲状腺が出てきた時のドースレスポンスで見ていこうということなんですが、でもそれでは本当に放射線の影響があったのかどうかというのは分からないですよね。ですから私の今の理解では、じゃあ一体どうやって放射線の影響を最終的に判断するのか、一つの
あの指針としてはそういうドースレスポンスがあるというチェルノブイリの経験から類推はできるかもしれませんが、科学的に本当にできるかどうかというのは私はちょっとあの不明です。内部コントロール、はい、すみません、ありがとうございます。今渋谷先生も言われましたように、あの今の調査デザインがその放射線の影響をきちんと評価する形になっているかどうかということに関しては、今日 の, あの後半の議論でもかなりクエスチョンな状況かと思いますけど、あの主目的がまあ県民の不安をあのカバーしていくためにというふうなあの趣旨が強いというふうな感じかと思います。でそういった限定された範囲の中である程度科学的にちゃんと情報が取れるようにということであれば、疫学デザインとしては塚根先生が言われたように線量効果関係を見るということが非常に大事になってくるわけですけれども、それを内部評価としてするならば会津地方とか、まあ、線量が低いところを対象にして、そこと避難が強いられたような高いと思われるところと比べていくっていうことが、まあ、あの今あの県の方として予定されているデザインかというふうに思います。ただ、それも、まあ、時間的にはどうしてもまたかかってくるところではあると思うんですけど、はい、じゃあ3番目のフォトパターン、はい、先ほどもあの栗原先生の方からのお話があられたかと思いますが、現にあの様々な検討がされているものと私どもの方では理解しております。まあ一長一短に進むというようなあの極めてあのデリケートな問題が内在していると私は理解しております。スクリーニングの調査結果を、まあ、コントロール群として対象群としてベースラインとして4年後5年後 の, はあの発症数と比較をしてあの増減の判断をしていくというような視点も、示されてきたかと思います。そのことに関してあのパイスの比較というよりもこの今回の1回目をそのコントロール群とすることに関しての、妥当性について清水先生と渋谷先生にお尋ねできればなと思います。それからあの他府県から見てますと、こういうような比較調査をするとかしないとかっていうのはやはりこれ福島県だけにあのこうやって質問していてもあのいいものかなと、これは本当は国とか本当大きなレベルでやるのではないかなと思ってるんですが、その辺の働きかけはどうなのかなということと、もう一つ先生がですね、清水先生がベラルーシでお会いになるからいらっしゃるお二人っていうのはどなたか教えていただけたでしょうか。あのね、アルトゥルはファスムンキシアルトゥルって言うとあだ名がなってブラジミルって言うんですけど、この二人が僕はあの最初に行った時から毎年行くと彼らと一緒にそれが福島に来る話聞いてないんですか。どうなんですか。今さっきはい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 のいは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 コロナの時に主治医やって必要な患者さんを手術する今はお知らせします。腫瘍学センターの方ですか。赤十字です。赤十字の方です。あのベラル赤十字これ何でしょうか。ついでベースライン今回のあのしたっけベースライン調査と2年後ぐらい本格調査との比較をすることで放射線の影響が分かるかというご質問ですか。本格調査というか4年後、5年後、はい、あの発症するだろうと言われている、はい、今の調査をもとにそれと今のもとに基本的には疫学的には水位を見ただけではそのある特定 の, その因子にあの害原因だということはなかなか難しいですから対象分というか先ほどのアイスみたいな内部の対象分コントロールを取るという方があのどちらかというとあの
妥当ではないかと思います。ただそれも限界があると思いますけれども、ただ数字を見ているだけでは必ずしも放射線に効いてその影響があるかということを科学的に判断するのは極めて難しい。つまりそれは今年のスクリーニングの調査結果というのは対象群にはなり得ないということですか。その対象群というのはその今のデータとその将来の同じような検査をしてそれを比較したという意味ですよね。つまり過剰診断のリスクの問題があるので、はい、他府県との比較はなかなか難しい。難しいですね。なのでそれに代わるそのコントロールとして今年のスクリーニングの結果を見るという考え方ですね、はいはい、これが妥当性があるのかどうか。その今年の、はい、要するに今年は影響はないという数値として使うということの比較になるわけです、ね、今年が影響がないかというのはわからないですよねまずは分からないですね。それで今年やったことをさらに同じ地域で繰り返してやって、まあ、多少増えてるか減ってるか、だそれが放射線の影響かどうかっていうのもなかなか変わってきていないですね。だから大胆案としてはそれ以外の地域と比較をその時期にするしかないです。よろしいですか。私はね今日この会議が終わるまでは同じジェネレーションのたくさんの被災者の方々の検査をして比較しないところは結論出ないというふうに思ってたんですけども、そうやるべきだと思ってたんですけども、まあ、今日過剰診断とかですねそういう話を聞くと難しいですね。これはね何でもない人に来てもらってエコーを当てて大丈夫でしたとかちょっと何かあるなっていうのを決めなきゃいけないってことはちょっと不可能になるかなって、ね、ですから先ほど津川先生おっしゃった新しい全く福島県外で新たにそのサンプルを増やしてですね検診を導入して過剰診断で実際に手術しなくていい子どもたちを増やすというのはやはり非常に問題があると僕自身も思いますし、じゃあどうしたらいいかということをやっぱ今後議論しなきゃいけないと思いますし、僕自身の考えはこれから今今年がん登録法が成立しましたよね。で今までがん登録っていうのはそれぞれ自治体が努力でやってたんですけども、これは国が管理してきちんと各県からデータが上がるようになってきてるわけですね。で福島県もそれに入ると思うんですけども、例えばその検診だけではなくてそのがん登録のデータを他県と比較するということは可能なわけで、必ずしも検診をまあもちろん安心ながら厳しいものがあるなというのが率直な印象です。はい。今4年後とかなんとかおっしゃられますけだけども、今もう全部スクリーニングやってるんですよね。全くやってない人の0歳自己当時0歳から18歳の人が4年後に検査して比較はできますけども。もう今検査一つの4年後ということでしょ。もうそこで見つかってきてるんですよね。先生、それは私が言ってるのではなくて、天道会の春の福島県平井さんからの例えば4年後の、それは僕は解釈は非常に難しいと思いますよ。あと僕はフォローをですねしっかりとしなくちゃいけないと思うんです。これはものすごく大事なことで、福島県にずっと被災者がいるわけがなくて、日本全国に散らばりますし、世界中に散らばっていくと思うんですよね。で、この人たちのが自由にって言いますか、自分は被災者だ、まあ、というかだっていう言い方はちょっとおかしいんですけども、なんて言ったんですか、まあ、手帳みたいな、前にもお話したことあるんですけども、被災者の証明書みたいなの持ってると、でそれを県が把握して、あるいは国が把握してて、でそれで検査を受けたものは、もちろんそういう医学的な費用は国が持つあるいは県が持つというふうにしてやっていかないと、これからバラバラになっていくとフォロー のする人たちの数が少なくなっていくと思うんですね。そうすると結局曖昧になってしまうと結果がですね。ですから、まあ、生涯にわたってフォローすると決めたわけですから、それは生涯にわたってその人たちはどこにいるかっていうことを把握する、あるいは本人が自覚するような教育っていうか指導をしなくちゃいけない。そのためにはやっぱり証明書が必要だと思うんです。健康手帳とかそういうものを持って海外に行っても検査をすれば年に1回2年に1回検査をすればその結果を
っとしたらちゃんと報告してくれる、あるいは報告が来なければこちらから聞く、そういうふうに足取りって言いますかね、分かりやすく、それをしっかり掴んでおかないとなかなか評価ができなくなってしまう。今が大事だと思う。もう散らばってちゃうと追っかけられなくなってしまうこともあるんで、そういうふうに思いますけど。国だと思いますね、はい、そう思います。県だけだと大変ですよね、やることいっぱいあるし、国がちゃんとやるべきだと思います。どこでそれを申し上げていいのか、皆さんぜひ書いて国がやるべきだと書いていただければ。すみません、毎日新聞の高橋と申します。今日すみません、スタートラインのところのお話の中で、死亡率を下げるっていうことを目的としているわけではないと。で、またその先ほど、放射線との影響、これに関しても、ちょっと現状では難しいけれども、そうではなくて、県民の不安、放射線に対する不安解消のためだと、お話ありましたけど、その放射線との影響をこれで分かるかどうか分からないっていう話なのに、その、不安の解消っていうのはちょっとよく分からなかったんですけど、それ、どういうふうに整理して、その、理解すればよろしいんでしょうか。そういうわけではないんですが、いや僕も同じ質問したいんで。すいません、ちょっと理解できなかった、もう一回お願いします。はいはい、それはやっぱり変な言い方しますけども、被災しちゃった限りは検査して安心感を持たなくてはいけないですよね、何でもないっていう。それ以外に、それが一番不安解消だと思います。はい、先ほども若干お話が出たかと思うんですが、まずチェルノブイリの知見などを踏まえて、まず出発点は私の理解ですけど、チェルノブイリ の事故などを踏まえて国際的にもエビデンスがあるというのは、放射性要素による小児甲状腺がんの多発というか、それの発症だということがまずありましたよね。そうしますとですね、23年11月3年前に事故があったときに、その当時1F からどのくらいの放射性物質が、どのような各種の放射性物質がどの程度拡散したのかというのは、捕まえていない状況の中で、唯一まずしっかりと把握努めていかなければならないのは、チェルノブイリの知見のもとに、その後の子どもたちへの影響というところが一番重要なんだと思います。だとすると、しっかりと検診というものを行い、必要な方に必要な対応をしていくというところなんだと思います。で、なので、そこがまずベースにあって、この甲状腺検査につきましても、現時点では予断を持たずに長期継続して、期限を持たずにやるということで、県が進めているという県民健康管理調査の一つのものということになります。ですので、先ほどの放射線との影響ということについては、それらを進めていく中で、他のさまざまな研究や調査の結果とリンクさせることによって、その影響というものがあるのかないのかというのは明らかになっていくものと、私は担当しているものとして、福島県に住むものとして理解しています。すみません、ちょっとよくわからないんですけど、要はその影響がわからない中で、今のお話だと、要は放置されてるんじゃないから安心してくださいねっていうロジックにしか聞こえないんですけれども。必要な人に必要な対応をするために必要な検査をしているということです。うん、
検査というのが放射線との影響がわからないのに必要な検査に当たるということですか。その影響については今日の議論もありますが、それは現時点ではつかめないじゃないですか。ちょっとよろしいですか。だからわからないっても 100% わからないのか、もうグレードがあると思うんですよ。関係があるとしてもね、放射線と関係あるのは 100% あの関係あるあるという人たちは本当に 100% あると思ってるのか、ないのは 100% ないと思ってるのかと、 100% ないとはなかなか言い切れないですよね。だからかなりないのに近いだろうと思ってるんです、私個人はね、私個人はね。だからマスコミの方々も関係がない、わからないから 逆の関係あるんじゃないかというふうにマスコミでそういうふうに言われても困るわけですよね。だからマスコミ、ちらっと聞いたさ、マスコミ用語ということがあって、疑いは関係あるに捨てると、甲状腺のがんの甲状腺と疑いがあるからうんうんというのはちらっと聞いたことあるんですね。だってあの文藝春秋のあの文のインタビュー見たら、文藝春秋の次郎さんが関係が疑いがある、疑いがないとは否定できないのは関係あるんだ、ね、だからグレードがあると思うんですよ。分かる範囲内も関係があるもね、そこのとこだから、まあおそらくみんなはそんなあんまり関係ないと思うんだ、だからみんなあんまり関係ないと言うんです。それはあまり関係ないから関係あるんじゃないかというふうに言われても困るということですね、はい、でそのグレードをおそらくきちんと定量的に出すのが我々疫学者の役割だと思うので、今日はその立場で今のデザインだと結構難しいよということを申し上げた次第で、必ずしもそのなんていうかこうやってグレード決めるわけじゃなくて、我々の僕のこの委員会の中の役割は科学的な立場からこういう方法をやればきちんと、まあ、ある程度の確証を持って放射線の影響が見えますが、今のデザインだとちょっと難しいですよということを申し上げただけで、もう走ってしまってますし、ただ過剰診断の問題とか、あるいは将来的なにはこれをどういう形で不安を回収していくとか、あるいは放射線、やはりみんな知りたいのは放射線の影響というのはすごく知りたいと思うので、やっぱりその辺をどうやっていくのかというのは本体の方でもきちんと議論していただければいいのかなという気がしますけど。すいません、たびたび朝日新聞社の大岩です。もう一点お伺いしたいんですけども、県の方に必要、今のお話で、必要な方に必要な対応をするために、必要な検査をしているということなんですけれども、その中で二次検査までは県というか国のお金で行われていて、細胞診以降の、手術などは全部普通の通常の、診療になっているということなんですけれども、そのために、情報も、なんていうかご本人たちの同意がなければ収集できないということなんですが、そこをもっとちゃんと全部甲状腺がんについては費用も県なり国なりが持つという枠組みにはできないのか、なんで手術などは、手術などになるといきなり通常の診療になっちゃっているんでしょうか。非常に質問していただいてありがとうございます。私もそれに関して後でお答えしたいと思うんですけど、現在の甲状腺、県の県民健康管理調査における甲状腺検査のスキームというか枠組みとして、二次検査必要に応じて選手吸引細胞診まで行うというところでこの制度が構築されているというところが私の理解です。ですので今ご指摘いただいたようなことについては、まさに現在例のいわゆる子ども主催者支援法等を踏まえた環境省内の専門部会の中でご議論のターゲットにされているものと私は理解しております。私もちょっと答えさせていただきたいんですけども、ですね、ほとんど検査、これだけきっかりとした検査をやってると見つかるがんは1センチからで早期が見つかってきますね。ただ手術となるとその患者さんはコンクリが傷ができるしためらいます。で様子を見る人もいるんですよって話をすると受けない方が多い。ただ術式としてですね、首に傷がない内視鏡手術のがあるんですよ今。
で、これはあの首に傷つくずらつかずに本当に首あの下の、解禁衣類でも隠せるところからやれる手術があって、私どもは700例やってます。で、あの大学でですね、でこれをですね現地の人に、現地で熊あのベラルーシに導入しようと思って、ずいぶん僕は苦労してきて、2008年か9年ぐらいにその検診で見つけた一人の若い、体内被曝の女の子、あのなかなか現地で受け入れてくれないんで、日本に呼んで大学で一人手術して、で返しました。本当にこの子感謝して帰ったんですけども、この子には君のやることはただ一つ、あの傷を、この傷を一人でもですね、国の多くの患者さん、あるいは医療施設に行って見てほしい、見せてやってほしいと。そうしましたら、その翌年から全然向こう態度が変わって、態度っていうか対応がですね、でそれから翌年に第一例を手術して、もう今ずっと現地で行ってその手術をやって、小さい子でも受けます。でただこの欠点はですね、保険が通らない。いつまでたってももう700例も800例もやってるのに、で厚労省に何回も行ってもあのお役所仕事が遅い、前進むのが2年になると人が変わっちゃうんで、また最初からやり直して、それも10年続けてて未だに通らないんです。これはですね、これからあの福島で検診をして見つかった小さい手術にはぜひこの手術をしてあげたい。ただ今言ったように通常の診療ですから、これ保険でできないんです。そういうデメリットがある。これぜひあの新聞で皆さん書いて、保険早く通せと言ってあげてください。あのそれは非常にあの大事な視点だと思います。もう一つ、やはり先ほど津金先生おっしゃったその過剰診断の可能性ですから、その検診で見つけてその過剰診断の可能性があって、じゃああとはあの医療機関に任せる、でその何らかのインディケーションとかその放置してても大丈夫だよという議論というのが本当にそこでなされているかどうか、やはりもうがんと診断されてもやっぱりすぐにも取ってほしいとみんな思いますよね。じゃあそこでがんを過剰に見つけておいて、じゃあその先はあの患者さんとか医療機関に任せるというのはちょっと今後ねいろんな問題が起こってくると思うので、あのご質問は非常に大事な点だと思いますので、そちらもできれば本体の方できちんと ご検討いただければと僕は思います。ハワープラネット TV の白石と申します。あの先生方ではなくて、あの県の方にお聞きしたいんですけれども、あのこ の, あの県民健康管理庁、まあ、年度も変わるということですし、事故から3年目というふうになるんですけれども、これまで、まあ、あのいくつかのポイントがあって、いろんな、まあ、改革というか、あのこの評価部会を作られたりとか、あるいは委員の方を1年前に、変えて、まあ、座長も変わったりとかいうことがあるんですけども、あのおそらく、このあと人事異動等もあってですね、担当が変えられたりすると思いますので、ご担当からですね、振り返ってこの、まあ、甲状腺検査、主にあの具体的に始まった2011年度からの、まああのまあ、3年間というか2年半ぐらいですけど、振り返っていただいて、あの今の時点というの、評価というのも変ですけども、今こういう評価部会開かれていると、県としてあの今の時点でどういうご感想をお持ちなのか、あの課長とよかったら小谷さんもお願いします。本日の議論に関係ないのでお答えできないかなと思ったのですが、あの基本的にですね、このようにですね、あの検討委員会の本体において甲状腺についてはですね、特に県民の関心も高く、将来にわたって、きっちりと県民に情報提供し、そして対応していくことが重要だという観点のもと、全国の先生方にご支援いただきながら、こうやって部会を開いているというところでございます。そういうものをですね、皆様のお力もお借りしながら、県民の皆さんに、あのきちっと先ほどもお話出ましたが、情報を伝えて、そしてさまざまな今後の生活に役立てていただくというところが一番重要なんだろうと私は思っております。それ以外のことにつきましては後ほど。多分重複者のもっともっとこう出すべきだったところがあったかと思いますけれども、
検査をやるということで、やりながら考えるといった中で奔走してきたというところがあると思います。で、本日いろいろな先生方からお話をいただけて、非常に一歩も二歩も前進したなというふうに思っております。皆さん、質問というより要望なんですけど、今、情報発信うんぬんというのはお話あったかと思うんですけど、この会議自体、議事録はホームページでアップされてるんですけど、会見録っていうのがアップされてないんで、できたらアップしてほしいなと思っております。会見録っていうことは議事録じゃなくてですか？あ、要は記者会見のやり取りですね。あは、申し訳ございません。今のところ対象としての検討はしておりません。まあ、私としてはぜひアップしていただきたいなと。この委員会のみならず、朝鮮会本体のも含めて、本体および我々評価部会も含めて、同じ気持ちでいますので、解明できる日を。影響があるということを示すよりないっていうのを示すのは何倍も難しいと私は思いますが、先ほどから話が出ているように、やはりその不安を除くためにやっぱり一番必要なのは、ないならないってはっきり言える日が来るっていうのはやっぱり理想だと思います。だからそれを諦めてはいけないと思います。ただ一方で、現に起こるかもしれない可能性について言えば万全とは言い難いのかもしれません。この間からいろんな議論がありますので、ですからそういう人たちがその風化しないでですね、検診を受けてくれたり、あるいは治療を受けてくれたり、あるいはそういうことを思ってその健康がきちんと守られていくっていうことが、私は非常に重要なことだと思っていて、その結果がその影響あるとかないとかっていうことが示せないからやる意味がないとか、示すまでどうのこうのって、そういうことではないんだろうと思います。ただしやはりそれを目指して努力をすべきだろうとは思います。